はい、こんにちは。今日はですね、久しぶり、3ヶ月半ぶりぐらいですかね、脳の舞台に立ってきました。今日からですね、京都の京都観世会という舞台が、また再開されましたんで、そこで重体として歌ってきたんですけれども、その舞台がですね、とっても感動をしたんで、それをちょっとご報告しようかなと思っております。まあ、観世会館が400何人かですかの客席数ですかね。それのまあ半分以下になると思うんですけれども、お客さんも少し少なくして、席を空けて、まあ、間をこう取ってですね、見ていただくと。ね、我々も渋滞、私らもですね、こういう覆面ですかね、マスクではなくてこう覆面ですね、こんな感じのものをこういうふうにつけて、歌うと、まあ、唾を飛ばさないと言いますかね、そんな風な、状態で、でしたけれども、まあ、舞台が再開されました。で、それまで3ヶ月前までっていうのは割とこう常に、まあ、舞台がある状態でしたんで、まあ、この能舞台に立つっていうことがそんなに、まあ、言ったら常日頃からやってることだったんですけれども、この3ヶ月半ほどの間を得まして、なんか、すごく新鮮な気持ちというか、そんな気持ちで、舞台に立たせてもらいました。で、こんなに、楽しいことをやってたんだなっていうのを再認識したというかね、非常に、まあ、この舞台上にいるメンバー何人ぐらいになるのかな、十数人ですけれども、指定がいて、脇がいて、で、狂言がいて、で、林が4人いて、渋滞が8人いて、で、後見が2人いると。それぐらいの規模なんですけれども、なんて言いますか、こう、人がですね、人が動くって言ったら変ですけれど、もちろんその、動画とか、では動いてるんですけれども、生の人が生の舞台で歌う、あるいは動くっていうのが、こんなに面白いもんだって、再認識したんですよね。例えば、こう、指定が出てきはりまして、で、脇とのこの掛け合いって言いますかね、こう言葉をこう交わしていく。で、そこで物語がこう作り上げられていって、で、我々が、渋滞がこうそれを紡ぐと言いますかね、ような感じでこう歌い出して、そこにこうお囃子がこう乗ってきて、っていうのがね、なんかこう積み上げていって、それがコラボレーションしていくっていうのがね、非常に、楽しかったです。で、例えば、この、脳っていうのはまあ、舞台上でこうリズムが一定ではないっていうのは、有名なんですけれども、リズムが、こう変化していく、その時に、誰かがこのきっかけでもってこう速くなったり遅くなったりする。で、この速くなるきっかけを作ってガーッと速くなっていく、あるいはぐーっとこう締まっていくって言いますかね、こうゆっくりになっていくような感じの、このせめぎ合いみたいなものも感じましたし、舞台でこう横から、渋滞を横から見てますんで、こう幕がこう開くのがすぐ見れるんですよね。幕が開いて指定が出てくる感じ、なんか異世界から、まあ人間でない何かが現れてくるって言いますかね。その感じがね、すごく来るぞっていう感じで、すごくね、非常に感動しました。まあ、頭の中も正直あんまりこうまとまってはいないんですけど、ただそのまま伝えようかなと思ってます。で、その感じを今日受けて、今お話をさせてもらってるんですけれども、まあこの舞台が、今後どんな風に続いていけるのか、あるいはまたどう
ここでどういうふうになっていくのかっていうのは全然まだ未知数な部分なんですけれども、この感じが、たとえ今の状態であったとしても続けていけるといいなと思いますし、ゆくゆくは今までの舞台のと同じようにですね、お客さんもたくさん入ってもらって、我々渋滞も普通の覆面つけずに歌ったりとか、そういうことができる日が来ればいいなと思います。ただ、それがまあたとえしばらく時間がかかったとしても、まあこんな形であったとしても、こう、続けていくと絶対にこういいことが起こるって言ったら変ですけど、何か感動を呼ぶことができると思います。で、お客さんの制限もありますけれども、まあもしお越しになられるようでしたら、まあ、非常に体調管理とかいろいろ難しいところもありますけれども、久しぶりに来ていただいてこう見てもらうのがいいなと思いました。で、そのについて私ら我々能楽師も頑張っていかなきゃいけないと思いますし、なんかね、今日の舞台なんかやったらほんまに3ヶ月ぶりとかの3ヶ月分のね、なんか思いみたいなもんがこうガチンコでこう、ガンガン当たるような感じでね、すごく楽しかったです。まあ支離滅裂ではありますけれども、素直な、気持ちですんで、そんなお話をさせていただきました。ありがとうございました。